こんばんは。こんばんは。中級メガネの時代です。さあ、今日はライブですよ。はい。はい。はい、大丈夫ですか、はい、悪かったですね。はい。いつもね、8時からライブをお届けしていますが、今日は、はい、J2 の試合があるということで、はい。岡山対北九州の試合のプレビューをしたいと思いますけど、はい。あ、ギリギリ直前プレビューとですね。はい、ねえ。はい。本当にたくさん待っていてくれる方がいらっしゃるということでありがたいですね。ありがたいですね。大丈夫ですか、試合始まるのにも。話した時になんか別の記者と話したら、え、それ見る人いるのって言われた。マジで。いやいや、いるだなって。それは失礼だなって言っといてください。本当に、はい。多分今日は出場停止なので田中裕介見てるかもしれない。ああ、田中裕介。それちょっと衝撃ニュースです、ね、見てたらね。水沼さんでも言ってたら見るでしょうね。やっとしたらね。はい、ということで、プレビューをしたいと思いますが、はい、まあ、はい、岡山、北九州、うん、岡山はね、まだ負けなしですかね。はい。はい、一緒に分けで5位。うん、で、まあ、北九州はこの間勝って、うん、まあ、でもいい勝ち方をしたとは思いますけど、はい、うん、さあ、どういうふうに見ますか。岡山は前節、ジュビロが相手だったんで、うん、結構、まあ、持たれる展開も多くて、我慢で、うん、田中裕介も退場してしまう。しかも退場した後に失点するって一番嫌なやつだったと思いますけど、うんうん、まあ、最後はもうね、外は捨てて中で跳ね返してっていう、もう勝ち点1って割り切った感じもありましたね。相当体張って守ってたよね、うん、そうですね、うんうん、確かに。で、田中裕介が抜けたところに後藤啓太を今回入れてきて、はい、うん、まあ、彼はどうかってとこですね。うん、中盤のところでパウリーニョ入ったりとか、うん、まあ、あと今清水が好調じゃないですか、うんうん、その辺の攻撃、まあ、前目のところはどういうふうに見ますか。はい、あ、今スタジアムから見てる人がいるんですね。あ、いい、これこういうのいいですよね。あ、みんなにこう今やってるぜって言ってください。あ、 YK さんありがとうございます。はい、田中裕介ではなかったですか。はい、田中裕介ではないですね。田中裕介なら YT ですね。はい、よかったです。前はまあ好調というか結構強烈な読んじゃいますからね、うん、ね。で、今日はね、うん、北九あの北九ね、この間俺一番良かったんですよ、この30試合見た中で。あ、でもこの間本当良かったと思う。そのテンポもあったし、素晴らしいパフォーマンスだったんですよ、うん、で、あれはまあさすがに連戦になるとねきついですけど、今回中5日、うん、なんで、もしあのテンションでもしこうやれたら、うん、立ち上がり入り間違えるとちょっとやばいかもしれないです。あ、うん、だからもう最初岡山がだから最初からかなりのこうテンションで行かないと、うんうん、北九にガーって勢いで来られる可能性あるんで。あ、だってすごかったですよ、これの。しかも後半特に、うん、点の取り方も綺麗だし、うん、あの高橋大吾とかいいですよね、うん、高橋大吾いいですよ、おしゃれループね。はい、でもね、北九ね、なんであれはみんなおしゃれっていう。え、ああいうのみんなおしゃれとか言うじゃん。ああ、それね、解説の人に言ってください。俺解説の人言ってたから今言ったんだけど、みんな言いますよね、おしゃれってね。そう、うん、なんかね、あの中原くんとかね、よく使いますよ、うんうん、おしゃれのパスでしたねみたいな、よく言うんですよ。原井に言っとくか、おしゃれ言うな。いや、でもね、北九みんな良かったですよ、この間、うん、抜群。まあ、国分が一番良かったですけど、うん、で、あとセンターバックのあの新人のあの、なんだっけ、なんだっけ、171センチのね。あ、村松、そう、村松くんが抜群でいいんですよ、うん、で、だけど背がないから、うん、で、ライン高いんで、あそこの裏側かもしくはイオンジェとミスマッチを狙った長いボールを入れるのが効果的なんじゃないかと思いますね、うん、そこ狙ってくる、そこにポジション取られる、うん、ただね、イバルボに後ろからガツンといってイバルボに勝ってたんですよ、その時、その時ね、長崎戦、だからでかいからちょっと侮れないんですよね、村松くん。たまには強いんで。村松くん、エスパルスのユースにいた頃からすげえよく知ってるんですけど、うん、やっぱこうなんか自分より大きいやつとの競り方を知ってるタイプの小さいセンターバックなんですよ、うん、なのですごいそのなんか、まあ、高さがね、パッと見で弱点っぽいなって思うんですけど、うんうん、まず簡単にやらせないですよ、彼は。すごい。え、じゃあさ、そういう、うん、まあ、こう競り合いの時に、うん、小さくてもバネがある、まあ、坂みたいな、うん、湘南の坂みたいなタイプもいるじゃないですか、うん、ああいうタイプとも違う、そういう超人的な運動能力を持ってる系でもないんですよ、もう競り合いじゃないですね、うん、競り合い、ジャンプしてっていう感じじゃなくて、うん、
例えば胸に収めてからガツンみたいな感じなんです、うん、あ、一回わざと収めさせてそこから行くみたいな。むしろそっち勝負なんですよ、あのロングボールに関しては、うんうん、あ、じゃあインヨンジェと村松のその辺を今日は見てもらったらいいっていう感じ、うんうん、あとはまあ国分君ですよ。国分君抑えられなかったらもう回されちゃいますよ、ぐる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 。前節国分スペシャルでしたよね。あれちょっとね、あれじゃないや、あの国分君ね、もうちょっと凄まじゃ、もうちょっとね、あのクロップが監督がする時代のドルトムントのギュンドアンっぽい感じです。仕事とはしては。それよくないですか、ギュンドアンもうぐーっと出てきますしね。そう。で、ミスターギラバンズの池本がもう香川真司の役割ですから。うんうん、なるほど。もうサイドバックも高い位置取るから。国友くんはどうですか。え、あ、国友くんも良かったでしょ。頑張ってましたよ。ですね。うん。点は取りましたしね。ただくさびのパスをもうちょっとうまく抑えられるといいんですけど、だ結構真ん中から縦パスガンガン入れていくんで、あれ引っ掛けて一気に裏っていうのが、うん、岡山。琉球も何回かそれで裏取ってたんですよ。だから岡山は、うん、そこは結構チャンスかもしれない。じゃあ中盤のところでじゃあパウリと上田がしっかりとその縦とかそういうところをしっかりと押さえつつ、うん、スパッと前に出していく、そうですね、あとはサイド行ってイオンでとかのバトルみたいな、うん、もうとにかく縦パス入れない方がいいです。裏っ側の方がいいです。縦パス入れたら全部食われちゃう可能性あるんで。なるほど。すごいんですよ、インターセプトとか。すさまじいですよ。だって、最終ラインいない、あ、最終ラインいないんじゃなくて、自陣にいないんですよ、もう。もう、ハーフラインの向こう側で食いますからね。うん、うん。この間とか。もうそんなハイラインでもどんどん行くわけですね。そう。だから、取られたら一気に裏っていう感じなんで、だそこはちょっと狙い目じゃないですかね。岡山。ただ、立ち上がり、とにかく、立ち上がり間違っちゃいけない感じですね。うん。行きそう。ガンガン行きそう。有馬監督やりそう、その辺は。いや、わかんないっすね。どうすんだろう。あとさ、今日の試合からお客さん入るじゃないですか。はい、うん、ああ、そうですね。そうですね、うん。その雰囲気はどうなのかな。いや、変わるでしょう。それ変わるんじゃないですか。だってあんまりわーってやっちゃいけないんでしょ。まあ、でも、うん、いるのといないのは、絶対違いますよ。違いますよね。はい。それ違うでしょうね。うん。うん、でも今ねスタジアムからこう見てくれてる方もいらっしゃるっていうことなので、うん、その辺の雰囲気とかどうなんですかね。うん、どうなん入れてくれてるらしいですね、コメントで。映像的に分かんないですよ、まだね。そうですね。どこに入ってゴール裏かな、バックスタンドなのかな。いや、全部そういう形にしてるんじゃないですか。今なんだっけ、2メートル入れないじゃないですか。で、ディスタンス取ってやるんでしょ。そうなんだっけ、あれ2メートルから間隔決まってんだよね。決まってますね。最初の段階は2メートルだったっけ、はい、うん、2メートルか1メートルだからなんか離れた席なんですよね、し、うん、隣前後。そうだ、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 それがどういう絵的にどういう感じなのかちょっとまだ想像がピッつかないですけどね。うん、確かにな。うん、え、じゃない、今日は今中ううあの質問も来てます、うん、梅根梨央さんから、水沼さんから見て北九州の椿どうご覧になってますかと。椿、あ、椿、うん、まあ、椿はまあマリノスですからね、はい、うん、僕もユースから見てますけど、うん、まあ、ゴリゴリ行って最後仕事しろっていう感じですね。あ、しないんですか、シュート入れろと。やっぱりそこじゃないですか、あいつ。あ、まあ、抜くまではスペシャルですもんね。そう、はい、だからやっぱりそういうタイプがやっぱり多いですよね、うん、そこで最後本当に仕事ができるかどうか、うん、でもあいつはできると思うんですよ、うん、やっぱりそういうところに期待はしてますね、うんうん、この間良かったですけどね、琉球戦はね。まあアシストみたいなのやったからね、うんうん、最後のところでね。あそこ関係性いいですよね、コンビネーションいいんで。でも椿がいて右に高橋大吾がいてっていう、このなんていうんですか、かなりワクワクする選手の配置で。右の高橋大吾はさ、結構作れる選手じゃない、はい、そうですね、そうですね、うん、前の選手椿とかはさ、うん、その前の選手を追い越して斜めに入ってきてさ、うん、あいつこう足元じゃなくてもっと前で受けるようになってたらいいのかなとは思うよ、ね、あ、うん、なんかね、新さんは、うん、あの両側の前2人はもうほとんど内側に入れてるんですよ、もう。あ、そうですね。で、はい、国分、高橋、椿、池本のこのダイヤモンドを作って、うん、数的に作って、そこでポンポンポンってワンタッチでパス繋いでいくんですよ、真ん中で、うん、で真ん中詰まったらサイドみたいな、うん、もうほとんどサイドバックウィングの位置にいるから、うん、いやだから本当にあの、うん、小林慎二、ネオ小林慎二イズムというか、こう、うんうん、すごい変わりましたよね、なんか。そう、すごいね、変わって、もう。いや、だからあれだよ、今年はやっぱり、降格とかないから、うんうん、そうですね。やっぱ慎二はやりたいサッカーがあるんだよ。あるんですよ、ね。だけど、上に上げるとか、うん、落とさないとか、させるとか、そういうののこうタスクをすごくこう背負ってやる監督のイメージがあるから、うん、だから、
新庄サッカーもしかしたらこっちで面白いかもしれないよ。いや、面白いんですよ。いやいや、面白かったですよ、前節は。俺一番面白かったですもん。はい、この30試合。それでずっと続くかどうかじゃん、まずは。はい。そうそうそう。だから連戦だから、さすがにちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、若い選手多いんで、うん、うまくターンオーバーできたらって感じ。で、後ろの選手結構ボール出せるから。ターンオーバーできるだけいるかなって感じもするよね。やっぱりね、こういう地域でね。うん、それがハマってったらいいけどね。まあ、でもあのやっぱ選手の取り方が上手だったんじゃないかな。結構ボール技術、ボール扱いです、上手い選手多い。だって全権でしょ ?GM みたいなのもやってるでしょ、新庄、うんうん。監督もそうだけど。あ、そうですね。だからクラブと相談して自分のこう、何、本当に欲しいような選手とか、こういうタイプみたいなのを全部リサーチして取れたんじゃない、うん、もし取れたっていうか、そうですね、要求は。あとだ、選手もコンバートしたりとかしてるから、うん、国防はだって元々サイドハーフやってた、去年は、うん、で今回ボランチにして、で後ろからちゃんとつなげるような人選にしてるんですよね。まあ、動かせる人をしっかりと、そう、動かせる人、うん、だから全然去年、はい、まあ前から行くのは去年からやってましたけど、あんなにボール回っちゃうのかっていうぐらい回りました。面白い。あの、岡山ホームなので、もっと岡山の話してもらっていい、うん、いやいや、だからそこは結構前のめりでイケイケだから裏取れるぞと、うん、ああ、そこチャンスだぞっていう。だ、清水慎太郎とイオンジェ、まあ、2人並ぶと思いますけど、うん、まあ、そこですよね。そこに入れてってっていう。そう、そこに入れてって。やっぱ北九州のその耐久力みたいなのは、こうどうなのかなっていうのが、まだ分かんないところありましたから。あね、うん、まあ、清水もこれ、清水もこの間、すんごいいいシュート決めてたじゃんね。決めてましたね。すごい落ち着いてさ。落ち着いてね。なんかペナの外ぐらいから、バイタルぐらいとか、ヒュワーって曲がってくるようなね。うん、いい、まあ、この間の岩田戦は不完全燃焼だったでしょうからね、うん、僕今回立ち上がりがガンガン行くでしょ。ガンガン行く、そりゃもう、うん、ホームだし。そうですね、そりゃもうね、ガッツガツ行ってほしいですね、うん、まあ、バトルも楽しみだし、楽しみですよ、まあ、本当におしゃれなパス、それもいっぱい出るかどうか、うん、でもセットプレーが圧倒的に岡山有利だと思いますけどね、もうね、うん、コーナーキックはチャンスじゃないですか、相当、うん、まあ、上田いますしね、うん、あと今現地にいらっしゃる YK さんからまたいただきまして、うん、まあ、4席空けて座ってる状況みたいですけど、なるほどね。で、やっぱスタジアムは間隔空けて応援なしでやってるので、まあすごい静かだっていう話ですね。あ、まあそうだよな。まあでもね、そうなっちゃうね、ライブで生でその試合が見れるので、ぜひ楽しんで、うん、そうですよね、それは本当に最高ですよね、うん、ね、うん、ぜひ。あとは天気大丈夫ですかね。岡山は大丈夫かな岡山は大丈夫なんですかね、天気ね。まあ、天気予報でも見てる。九州はだってやばいでしょ、雨降ってんだ、うん。九州はだって今夜やばいでしょ。あ、雨降ってんですね。明日とかだから大丈夫なのかなと思って、長崎とか。今はちょっと大丈夫っぽいけどな。うん、なんかまあでも流れてくるでしょうね、雲はね。うん、まあ、気をつけて。あと北条さんのコードがぐるぐるで気になるっていう。え、コード？あの、これ。これごめんごめん、俺もねめっちゃ気になってんだけどね、これね戻んないんだよ、これぐるぐるが、これなんか伸ばしてんだけどね、本当に戻ってくんないですよこれ。あとはやっぱ今日は改めてこの5人交代できる中で、こう連戦の中で交代策、うん、すごいこう面白いかなと思っていて、前節もね、北九州交代組のディサロ・アキラ・シルバーノと佐藤亮がどっちも点取りましたけど、うん、でやっぱあのね、岡山もかなり山本に斎藤に赤峰ですからね、フォワード。そうだね、そうだね、この3枚パワー系来るんじゃないの、最後の最後で。ああ、それ有効だ、かなり有効な気がします。そうだよね、バトルのところはね、うん、うん、かなり有効。有馬さん、それは企んでる感じの控えめの。じゃあ立ち上がりのガンガン行く系プラス、うん、まあ、中盤あたりのこうおしゃれな感じのパス交換からのフィニッシュ系、うん、で最後はバトル系で、バトル系でね、ぜひ楽しんでもらいたいですね。いや、楽しみですよこれ、めっちゃ楽しみです、はい、うん、ね、はい、まあ、僕らの話がどれだけ参考になったか分かりませんけど、ぜひ皆さんにはまたね楽しんでいただきたいとは思います、うん、いや、もうということで、はい、面白いですね、試合前でもね、はい、はい、面白いです、はい、時間がないな本当に時間ないんですよね、もうだってあと15分で試合始まっちゃうからもうちょっとコンパクトに語る方法論を僕らも身につけないといけないですね、はい、いいんじゃないですか、はい、これはこれで、そう、いいんです、はい、これで、はい、はい、じゃあ今回はこの辺で失礼して、はい、また8時からライブがありますので、またよろしくお願いします、はい、はい、ぜひ皆さん楽しんでください、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。